サークリスホイは、イギリスのスコットランドエディンバラ生まれの自転車競技選手。本名は、クリストファー・アンドリューホイ。2005年初頭に、大英帝国勲章、ウベを受章。同年7月に、エディンバラ大学の博士号が授与された。また、2008年12月に、ナイトの称号が与えられた。2005年には、国際競輪にも参加し、 通算14戦4勝の成績を収めた。そして、地元開催の2012年ロンドンオリンピックの開会式ではイギリス選手団の騎手を務めた。ホイのスポーツキャリアのスタートは BMX 及びボート。そして、トラックレース選手としての最初のキャリアはチームスプリントのイギリスチームの一員としてであった。その後、ートルタイムトライアルにも、 活躍の場を広げる。ところが、2008年北京オリンピックでは、BMX が種目として加わる代わりに、1KMTT が種目から除外されることになったため、ホイのレースキャリアに天気が訪れることになる。短距離種目の王者に君臨北京、オリンピックトリプルクラウン達成2009年世界選手権、UCI トラックワールドカップ2011から2012、 UCI トラックワールドカップ2011から2012世界選手権ロンドンオリンピック2008年度の BBC スポーツパーソナリティオブザイヤー賞を受賞したホイにナイトの称号が与えられることになった。従って名前の一番前にはサーがつくことになる。グラス号にあるサークリスホイベロドロームは功績を称えてつけられた。 ボジア・ ANDF ・ RANCELOSEWORLDTRACKTITLES-CYCLINGNEWS.com1、e、月6日付け記事男子チームスプリント日本チーム8位優勝はイギリスケーリンジャパン応援ポータルサイト2012年8月3日付けハッイツービーナイテッド。ありがとうございます